あと少しで我は解き放たれよう。あんたがヘルガイア。愚かなる人間よ、我に何の意味だ。人を滅ぼす神の封印がこのままじゃ解けちまう。止めに来たのさ。たわけたこと。我はネバーランドの石、大地の石、未だこのまがいものの大地に出ることはできず、何時も打ち砕ける存在では。そういうことか。カルディナルアークがなんで地上を模しているかやっと分かったぞ。あんたが大地の意志そのものだということを信じるなら、だからこその地上の模倣に通っているからこそあんたを封じることができる。肉肉しき天界の神の策略は、我が大地を思わずして、誰が大地を。すでに我は目覚めた。地上を汚すゴミども、我は許しておけぬ。今こそ何時らに滅びを与えてくれ。確かに俺たちは勝手に地上で遊んでるけど、俺たちにも意志はある。今になっていきなり邪魔だから消えてくれっても、そんなわがままってもんだぜ。身の程を知らぬもんだ。何時らはいつもそうやって破滅を招いてきた。何時らはすでに世界のバランスを崩している。厄災の芽は摘み取らねば、新しい芽は大地に生えぬ。あんたはそんなに怖いのか。俺たちは怖い。そのような感情を我は持っておる。じゃあなんで俺たちを滅ぼそうとする。バカな奴らも多いが、それよりずっといい奴らもいる。今の世界は変わろうとしてる。もう少し人を信じて見守ってくれてもいいんじゃないか。我は十分に待った。しかし変わっておらん。この世界の混沌は増すばかりでしか。俺がここに来た理由が今やっと分かったぜ。あんたに会うためだ。言葉を聞くためだ。だが世界を滅ぼさせるためじゃねえ。世界を変えるためだ。哀れなる人間、何時も理想よ。我は現実をこの地底で見てきた。愚かさ、争いも全てだ。我が求めるのは現実だ。この身を破滅する父は我は見捨てておけん。それでも俺はこの世界で生きてる。自分が泥にまみれていたって、他人に笑いかけるやつだっているんだ。地上を見捨てておけないなら、その中になぜ俺たちが入らない。地上を破滅に近づけてきた代償を人は払わねばならん。それは当然のことだ。人は自分で破滅するほどバカじゃない。ではその意志の力を我に示せ。現実こそが我の求めるもの。あんたに俺を、今地上に存在しているこの世界の可能性を認めさせてやる。Thank you.
Bye.
できるはずのないことだ。それができる人の可能性ってのを覚えときな。だからこそ何時かは危険なんだった。その力間違いこのまま分かってるさ。今のままじゃダメだったの。俺たちがいくら愚かだと言ったって気づき始めてるさ。ヘルガイア、悪いがもう少し封印の中で眠っててくれよ。次目覚める時は滅ぼされないような世界になっているんだよな。ガラハド、レフィーナ、なんとかなったみたいだね。そうね。でもヘルガイアが言ってたこと間違ってはいないかもね。お前さんも聞いていたのか。混沌を強めるような愚かな争いにばかり私たちは力を使っている。そうじゃなければ私の父様も母様も。それは全ての奴らがそういうわけじゃない。でも大きな流れは強いものに従うわ。あなたはその流れを変えられる。レフィーナ、賭けをしよう。え？人が神を倒すなんて奇跡が起こせたんだから、世界を変えることだってできるんだ。だからバカな争いがなくなるかどうかを賭けようじゃないか。私はなくなる方にかけるわ。
俺も同じ方にかけちゃ賭けにならないかな。あなたに会えてよかったわ。私にもやることができたわね。賭けに負けないように私も頑張ってみるわ。もう私みたいな悲しい思いをする人を見たくはないのだ。そうだな、俺も笑ってる顔の方が好きだぜ。そうね、私も笑わなくちゃ。まあいいさ。エグマ、聞こえてるんだろう。カルディナルアークの中の奴らをみんな元の場所に戻してくれ。じゃあな、レフィーナ、また地上で会おうぜ。またね、ガラハド。どうした？真っ暗だぞ。ここは地上じゃなさそうだな。おい、エグマ、どういうことだ？失敗でもしたのか？ヘルガイアの影を倒せしはそなただ。お前さんは誰だ？我はアース、地上を見守る。あんたも神様ってわけか。そのアースがなぜこんなところにいる？ヘルガイアの封印の様子を見ていた。封印が解けることは地上の民の騒乱程度のことでは済む。それなら取り越し苦労だな。ヘルガイアなら俺が倒したぜ。あれは奴のほんの一部分に過ぎ、完全な消滅などありえぬ。封印のほころびはむしろ広がっている。今はまだこの神殿から出られるほどの力はなくとも、影程度はすぐに復活しよう。どうしようもないってのか。我の力と全ての方針札の力を使えば完全な封印も可能だ。そう、一つ賭けをしようじゃない。契約かな。言ってみるがよ。全ての方針札を集めてあんたを倒せば封印してくれるってのと。我に勝とうと。ありえ。それぐらいできればあんただって手伝ってくれるだろう。よいだ、我が何を言って誓う。さすがは神様、太っ腹だな。首を長くして待っててくれ、アースさんよ。